嘘でしょ。サッカー U22 日本代表1軍、アメリカに4失点でボロ負け。前節4対1で勝ったメキシコ戦からスタメンを5名変更した結果、試合は1-4でタイムアップ。日本は完敗。韓国に敗れたのが3軍でこっちが本物とか言ってたやつらう。こいつらが1軍で間違いないぞ。アジア大会に出た大学チームよりレベルは高い。1軍だったら他国と同じく U24 でオーバーエイジも使わないと。こいつらは去年イガンインが今回アジア大会金メダルの U24 韓国代表を 3-0 でボコったチームだろ。サッカーに対して全く本気じゃないアメリカに1-4は草。ひどい守備で久しぶりの完敗やなう。守備がひどすぎ、パスミスも多いし下手くそ、シュートも枠に行かないしもうパリにはいけない。大岩を監督起用するメリットって何？ディフェンス陣がひどすぎたね。アメリカの攻撃になると自動ドアで全部通してしまう。こんな人材しかいないの？まさかとは思うが五輪は逃さんよな。結局、海外のトップチームでスタメンクラスが半分以上を占めない限り代表は弱いのかな。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。